どうも、皆さん、こんにちは。チャクバスです。本日はですね、ミク x c M ってありますよね。先日ね、エポスゴールドとか、JK エポスゴールドから選べるポイントアップショップで除外されてしまって、もうね、あの、使ってる方はね、かなり少ないかと思われる、このミク x c M なんですけども、まあ、こちらはですね、 ポイント付与を開始しました。またね、ポイガチャキャンペーンっていうのをね、開始しましたので、まあ、本日はこちらの解説と、レボリュートはですね、5%還元キャンペーンをね、開始いたしましたので、本日はね、こちらの2つについて解説ね、やっていきたいなと。 思います。ということで、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけども、今回ね、ミキ i m のキャンペーンに関しては、めちゃくちゃお得です。これやっていきましょう。みたいなね、まあそういうわけではなくてですね、ミキ i m にね、残高残ってる方は結構いらっしゃると思いますので、まあ残ってる方はですね、このキャンペーン結構いいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、まあこの機会にね、消化していただければなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。 ということで、こちらはですね、ミクシエムのね、ツイッターなんですけども、9月の4日、これはおとといになるのかなはい、こういうね、あの、はっていうのはですね、ツイートされたんですよね。このミクシエムっていうのは基本的にですね、この顔文字、まあ、こういったね、一言をつぶやいて、まあ、その翌日にね、まあ、キャンペーンを発,あの発表する傾向がね、結構あるわけなんですけども、まあ、今回ね、ミクシエムはですね、ポイチャカ、 ポイガチャキャンペーンっていうのと開始して、またね、あの、プレミアム会員を対象に、ビザ決済ですね、0.2%還元の、ま、ポイント付与をね、始めましたということで、ま、あこの、見ていただければね、わかる通り、あの、2%、0.2%還元ということで、ま、あかなりね、還元率は低いって言いたがちになるわけなんですけども、ま、今回ですね、この MixiM がですね、え、プレミアム会員向けに、ポイント付与をね、開始いたしました。で、 えー、プレミアム会員向けのポイント付与についてということで、プレミアム会員は、えー、ビザブランドのバーチャルカードによる決済で所定の条件を満たす場合に、MM ポイントとして付与されますということで,で、この MM ポイントっていうのはですね、1ポイント1円でね、利用することができて、あ、これはちょっとまた別のところに書いてあるんですね。こういった感じで、MM ポイントは1ポイント1円で、ウォレット残高として利用することができるんですよね。で、この MM ポイントのね、付与条件なんですけども、プレミアム ミム会員の場合ですねこちらはですねプレミアム会員じゃないとこのポイント付与っていうのは、まあ、常設でね利用することができないんですよねまあプレミアム会員じゃない方はですね今回のキャンペーンで還元はね受けられるんですけども基本的には常設としてはですねこの月々480円ぐらいだったと思いますけれどもこのプレミアム会員じゃないとこのね還元は受けることができませんで還元の条件なんですけれどもビザブランドのリアルカードバーチャルカードを問わずえポイント発 の取引とととなりますということででこちらがですね還元率と付与方法ということでこちらですね先ほど言った通り還元率は0.2%還元 MM ポイントに付与ということで対象となる加盟店はコンビニスーパー百貨店モールインターネット EC とかねいろいろ書いてありますけども、まあ、こちらがね対象っていう感じなんですよね。で こちらですね、対象とならない加盟店ということで、えー、交通機関とかね、交通機関を発する電子マネー、病院、旅行、税金とかね、まあこういったものは対象にならないって言ったらちになりますんで、0.2%還元のね、対象外っていうふうになるんですよね。まあこのね、0.2%還元っていうのはね、キャッシュと同じ還元率でね、ここに合わせてきたかっていう感じなんですけども、やはりプリペイドカードで還元を入れるって大変なんですかね。 はい。まあ、キャッシュとかもね、最初は2%とかだったと思うんですけども、途中で1%になって、結局ね、今は0.2%で、月も月5万円で上限100ポイントとかね、まあかなりね、少ない感じになったわけなんですけども、やっぱり大変なんですかね。 はい、まあ、こういった感じでプレミアム会員向けにこの MIXCM っていうのはポイント付与ね開始したっていった形になるんですよねでこのねあのポイント付与のタイミングなんですけれども該当の取引が確定したあと30日前後で付与されますっていうふうになりますんでこの取引確定は決済完了時ではありません必ずしも30日で付与されているものではございませんので付与日は前後しますということでまあ、この点はね結構前後するみたいですねでポイントのね有効期限 なんですけども、ポイント付与より120日間有効ということで、120日経過後は自動で執行しますということで、結構ね、有効期限が短いポイントでね、付与されるって言ったがちになります。まあ、こういった感じでですね、プレミアム会員向けに、このミクシー M はですね、ポイント付与制度をですね、導入したって言ったがちになるんですよね。ですので、まあ、今回ね、こちらが、まあ、大きな発表っていうふうになりまして、またね、このポイガチャキャンペーンっていうのを、まあ、同時に発表したわけなんです。 ですけどもこのボーイガチャキャンペーンに関しては、プレミアム会員ではなくて、一般会員ね、私も一般会員なんですけども、えー、参加することができるっていうふうになってるんですよね。で、ポイガチャキャンペーンとはということで、えビザリアルカードで利用した対象店舗で決済時に、所定の条件を満たす場合に、対象取引でポイント付与のチャンスをがあるガチャを引くことができますということで、こちらね、あの、間違いなく還元がもらえるキャンペーンではなくて、 ガチャでねえ、引くことによってキャンペーンで還元率がもらえるって言いがちになるんですよね。で、キャンペーンの流れということで、まずね、アプリをね、新しいのにアップデートしていただいた後にですね、こちら、アプリにて位置情報取得を常にオンにして、決済履歴にえ決済場所を残せる設定にしてえ利用していただく必要があるんですよね。まあ、iPhone とかね、使ってる方はね、表示出るのね、知ってると思うんですけれども、 常にオンにしないとこちらね、対象にならないっていう風になりますんで、この点はね、注意してください。で、次にですね、えビザのリアルカードを使って対象加盟店で決済していただきます。で、対象の加盟店っていうのは先ほどのね、キャンプ、あの、先ほどのね、対象店ですね。ですんで、交通系とかね、病院とかは対象外っていう感じですね。で、対象の決済履歴よりガチャを引く。で、ガチャの抽選により、排出された還元率に応じてポイントが付与されるって言いたがちになるんですよね。 で、キャンペーンの条件として、リアルカードでの対面決済、非対面決済は対象外っていう風になりますんで、まあこちらね、あの物理店舗じゃないと、キャンペーン対象にはならないっていう風になるのと、先ほど言った通りね、アプリの位置情報を、権限を常にオンにしていただいて、対象加盟店で、ね、利用していただくっていたた形になります。で、期間ですね、2023年の9月の5日から9月の12日ということで、この動画が出ているのは9月の6日になりますんで、昨日 から1週間っていう風になりますんで。 かなりね、短いキャンペーンっていう風になりますよね。で、キャンペーン機会内であってもえ、早期終了する場合がありますということで、こちらもね、覚えておいてください。で、ガチャ権限ということで、権限は付与後24時間のみ有効ということで、24時間を超えた場合はね、権利執行いたしますんで、もしね、ガチャをもらった方はすぐね、引くようにしてください。で、還元率なんですけども、えー、ランダム1等から5等まで還元率廃絶されますということで、まあ、こちらね、1等は1%なんですよね。 はい。で、後等が0.1%ということで、で、外れまであるというふうになりますんで、まあ、このガチャキャンペーンもですね、かなり渋いんですけども、まあ、冒頭にも言った通りですね、ミキシエムのね、えー、残高残ってる方は、まあ、この機会にね、消化していただくのがね、いいのではないのかなと思います。で、 こちらですね、対象非対象の加盟店ということで、まあ先ほどとやはりね、一緒ですね、ほとんどね。ですけども、あの、プレミアム会員限定でガソスタとかね、ホテルとか旅館とか使えるということで、またね、先ほど同様、交通系、病院、旅行、税金とかね、まあ対象外になっておりまして、個別の開示はやってないっていうふうになりますんで、コンビニエンスストアがどこなのかっていうのは、まあ教えてもらえないみたいな、まあそういった感じですかね。まあ、ミ x CM のね、キャンペーンはこういった形になっておりまして、 でまあ冒頭にもね言った通りめちゃくちゃお得です。今すぐ参加しましょうっていうキャンペーンではなくて利用できる方、まあ残高残ってる方はこの機会に利用していただくのがねまあまあいいのではないのかなっていう感じですね。それでは次にですね。 え、レボリュート。こちらの方はね、結構大きいキャンペーンで、銀行振込よりキャッシュバックキャンペーンということで、今回ね、銀行振込で入金していただくと、最大ね、5000のキャッシュバックが利用することができるキャンペーンが来ております。で、キャンペーン期間がですね、2023年の9月の5日から2023年9月の30日ということで、こちらね、キャンペーン対象がですね、最初ね、これよく分かんなかったんですけども、こちらね、あの、本キャンペーンのメール受信された方がね、対象 このキャンペーンっていう風になっておりまして、一応ね、私のメールにはですね、口座を持ってる人は全員対象って書いてあったんですけども、まあ、ちょっとね、一応このヘルプページにね、この記載がありますので、まあレボリュートね、持っている方に関しては、ぜひね、このメールえ来てないかね、チェックしていただければなぁと思います。で、このキャンペーンはですね、 え、キャンペーン期間中にですね、銀行口座からレボリュートにチャージし、かつ、え、利用した金額をレボリュートで支払いしていただいた方が対象っていう風になりますんで、注意していただくのはね、レボリュートはね、今チャージ手数量が導入されてしまいましたけども、カードでもチャージできるわけなんですけども、銀行からね、チャージしていただいて、利用していただいたものが、このね、5%キャッシュバックがね、受けられるって言った形になります。 で、こちらはですね、最大ね、5000円のキャッシュバックで5%っていう風になりますので、対象支払い金額は10万円って言ったがちになりますね。10万円利用していただくと、まあ最大5000円のね、還元が受けられるって言ったがちになります。で、キャッシュバックの付与時期は2023年11月通じんより日本円のね、アカウントに贈呈いたしますということで、またね、海外のね、外外支払った場合はキャッシュバックはどのように計算されますかということで、今回のキャンペーンはですね、 実店舗で利用していただくねキャンペーンっていう風になりまして、海外でもね、えー、利用していた分もねキャッシュバック対象っていう風になりますので、まあこれからですね9月中にはなりますけども、海外旅行をね控えられている方は銀行からねチャージしていただければ5%キャッシュバック対象っていう風になりますので、ま5%ということでねそんなに還元額は大きくないですけども、まあ、もらえないよりかはですねもらっといた方がねいいのかななんていう風に思いますので、こちらもねぜひ覚えておいていただければなと。 思いますで注意事項としてはカードからチャージした金額電子ウォレット金融サービスプリペイトギフトカードに支払えキャッシュバック対象外ということでこのキャンペーンはですねレボリュートを全店舗でね支払いしたものが対象っていうふうになりますんでこの点をね覚えておいていただければなぁと思います でですね、このレボリュートのね、この5%還元のキャンペーンなんですけれども、結構前になりますけれども、こちらの動画で PayPay ペイペイとかね、あと D 払いとかね、このレボリュートっていうのは登録することができて、D 払いに設定したレボリュート、もしくは PayPay ペイペイに設定した レボリュートで支払うことがね、できたりするんですよね。で、こちらの管、あの利用分に関しては、この5%対象なのかっていうところなんですけれども、こちらね、ツイッターの方でね、公式に問い合わせた方がね、いらっしゃいまして、教えていただいたわけなんですけれども、Google Pay、また PayPay、D 払いとかね、まあこういったコード決済にね、あの紐付けて利用した分もですね、今回のキャンペーンね、対象っていうふうになりますんで、これはね、非常に大きいですよね。 ですので、まあ、私としてはですね、やはりね、PayPay ペイペイが使えるということで、クレジットカードが使えないけど、まあペ、PayPay 使えるみたいなね、まあ、そういったお店でですね、利用することができれば、まあ5、5%還元にはなりますけどもね、かなりいいキャンペーンになるのではないのかな、なんていうふうに思いますんで、こちらもね、ぜひね、覚えておいていただければな、と思います。 ということで、今回ですね、ミフ CM がポイント付与を開始しまして、またね、ガチャキャンペーンを開始しましたので、まあ、こちらの解説と、レボリュートのね5、5%キャッシュバックキャンペーンね、解説させていただいたわけなんですけども、このね、レボリュートの5000、5%キャッシュバックのキャンペーンもですね、昨日まで、え、神奈川ペイやってましたよね。神奈川県に住んでる方は、まあ、神奈川県に住んでなくても利用できたんですけども、神奈川ペイっていうね10、10%から20%還元でね、このコード決済すると、神奈川ペイね、え、ー Okay. 還元受けられるキャンペーンが来ておりましたので、このキャンペーンがね、レボリュートにね、紐付けて利用することがね、PayPay ペイペイとか D 払いとかできたんで、あと1週間ね、早く来ていただければですね、こちらね、神奈川ペイとのコラボとかもね、できたわけなので、ちょっとね、残念なわけなんですけども、まあ、それでもですね、5%キャッシュバックキャンペーンね、開始になりましたので、ぜひね、レボリュート、またね、ミキ CM、残高残っている方はですね、参戦ね、していただければなと思います。ということで、今回の動画、 こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、公式アカウントね、やっておりますんで、ぜひね、チェックいただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。